ほら、3マス分もあるのに、何片手に乗せてんの？モンスターボール的な感じっすか？ほい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。てかここ楽園の残骸なんやね。最初にこの子と会った場所やん。行きましょう、アユナ。最後のバーチャルコロシアムへ。星空を自由に飛び回れる、新たな力を手に入れるために。ということだ、これが最後の試練ということか。じゃあちょっと、モノリスの中に、行ってきます。あれやろ、どうせ私一人だけで行く感じよね。お。お、来たんだけど。あ、これって一人だけじゃなくって二人とも入れる感じ？なんか前回バーディーが入ってこんかったけん、一人でしか行けんのかと思ったやん。ようこそアイナ様、そして、マザーレナーテ。久しぶりテレジア。ずっと彼の力になってくれたこと、感謝してる。私はあなたに作られた存在です。あなたの残した命令に従ったまでのこと。マザーレナーテ、状況は理解しています。最後のライセンス試験ですね。そう。アイナに最後の試験を。あの隠された力を彼に渡すために。星空を渡るための力。大空ライドですね。承知いたしました、マザーレナーテ。アイナ様、奥の扉にどうぞ。S ランク試験を始めさせていただきます。S ランク。もう響き的に、響きからして難しそうなんですけど。S ランクの試験をクリアすれば、大空ライドを使えるようになる。お願い、アイナ。あなただけが頼りなの。頑張るよ。言われなくても頑張るけど。よし。S ランクのライセンス試験を開始します。参加の意思は終わりですか？ほい、もちろん。では、試験を開始いたします。頑張ってください、アイナ様。試験の前に、仲間モンスターのコンディションを回復いたします。やっぱり S ランクやけん、めっちゃ強いんやろうな。仲間モンスターの HP と MP が全回復した。では、これより、S ランクのライセンス試験を開始いたします。よし。あ、なんか左側の2体がちょっと強そうな感じする。まあ言って1戦目やけんね。頑張ろう。スマイルリザードかわいい。スマイルリザード超かわいいよ。ウッドパークの時から思いよってけど超かわいいよ。いいよね。あのアイコンのさ、万歳ってした笑顔な感じ。いいわ、まさしくスマイルリザード。とか言いよったらやっつけれた。イエーイ。まあ、でも次の2戦目。気を抜くな。お見事です、アイナ様。続けて2戦目を開始いたします。1戦1戦回復してくれんかなぁ。あれ？え、なんか、超可愛いんですけど、全体的に。え、全体的に超可愛いんですけど、大丈夫？あ、でも一番左端？一番左端のあのピンクのあいつだけ、ちょっとほっぺたんとこの、あれが目玉みたいで不気味やけど。一番にやっつけたし。ドラゴンキッズは可愛いんやけどね。あ、あのメラリザード？メラリザードさ、なんかあの、なんて言うんやろ。ポケモンのさ、リザードンに似てない？あの、色合いが。羽の中が紺色なのもそうやし、肌の色もあんな感じやん。すげえな。2戦目の勝利、おめでとうございます。いよいよ次で最後となります。油断されることなく、最後までご検討くださいませ。よし。え？ボスも可愛いんですけど。ていうかキラーパンサー。私のお気に入りキラーパンサーが。え、てか今までさ、A 級ライセンスまでずっと、3戦目は、めっちゃ強そうなやつが真ん中にドンっておって、周りになんか雑魚みたいなのがおったことない？なんか今までのパターンと違うんだけど。なんか3戦とも雑魚っぽいやつらが出てきたよ。ほら、もう一気にあと1匹だし。絶対これあと1回とかでやっつけるやろ。あ、やっつけんかった。ほら、あっという間、やべえ。どうなんそれ、ちょっと、手抜いてないっすか、テレジア。
おめでとう、アイナ。あなたは S ランク試験をクリアしたわ。どうしても S ランク取らせたかってさ、ちょっと、八百長したんじゃないの？それでは、アイナ様に、S ランクのライセンスを発行いたします。ありがたいけどさ。ほう。アイナは S 級ライセンスとフライトシグナルを手に入れた。フライトシグナルってなんだ？ S 級ライセンスでは、星空を渡る力、大空ライドが使用可能になります。大空ライド。そしてこれも受け取ってほしい。アンセスがあなたに残したモンスターよ。え、マジで？モンスターくれるん？やったね。え、手のひらサイズっすか？超ちっちゃいやん。レティスが仲間になった。え、レティス？レティス手のひらサイズじゃないよね。ってことで、これで。はい、レティス。オッケー。ほら、3マス分もあるのに。何片手に乗せてんの？モンスターボール的な感じっすか？アンセスはそのレティスで、あなたを星空に連れて行きたい。そう言っていたわ。アンセスの思い、受け取ってあげて。大空ライドに設定できるのは、Gサイズ以上のモンスターのみです。まずは、そのレティスを大空ライドに設定し、フライトシグナルを使ってみてください。大空ライドを使えば、ガルビルスまでたどり着けるはず。残された時間は多くない。状況は刻一刻と悪化しているから。了解。アイナ様。何？マザーレナーテのこと、よろしくお願いいたします。もちろん、任せとけい。私だからね。ってことで、まずは、大空ライドに、お、すごい別枠である。大空ライドに、レティスを。ああ、どこかへ行った。すごいね、ほんと空中ライドのやつら使えんのや。これは？強王ミミズ。強王ミミズ飛ぶんや。超不気味。はい、オッケー。これで。んで、アイテムのフライトシグナルを使うって言った？フライトシグナル。謎の力に阻まれて大空に飛び立てない。何それ？ダメじゃん。じゃあとりあえず、あっちのびっくりマーク目指して。これ出口やろ？おい。普通に出れるんかい。ま、今回あれよね。鍵がどうとかなかったし別に。アイナ。私に、ガルビルスを倒す力はない。だからあなたに頼るしかなかった。本当に感謝してる。一番危険で大変な役目をやってくれるあなたに。この先何があっても、あなたはガルビルスを倒すことに集中して、静寂の草原に行きましょう。今ならまだ、黒いマスは届いていないはず。あそこなら、フライトシグナルで、大空ライドのモンスターを呼び出せるわ。大空ライドで、コアの上空を目指すの。これが、世界を守るための、最後の戦いよ。なるほど。この辺はなんか、守られているのだね。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に動画の再生リストを載せますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで次回は冒険が始まったフットパークの方へ向かうということだね。